恩返しできれば延長戦へと突入、そうですね、まあ、非常に重要、この戦としてはこの必勝ですね。さあ見ていきましょう、はい、最終感想の熊本対広島チーム戦の大将戦。さあ帽子をかぶっている方がネモン、はい、そしてかぶっていない方、青色がアクアの JP です、うん、アウトフィット2、黒い色がネモンね。さらにダウンを取るようなアマシャルスも見えているという、積極的に近い位置で戦っている両者です。出しから前に行くネモン、とにかく中央上刺さっている、ジャックジャック殺して体力は気づけばカムイカ、オーディアムネジャー生かしてか確定はない、入れ替える判断だが、オーディアムネジャー返し、女子ヒットしている、さらに追いかけて距離は遠いがスリボーグ、両者前ステップ、先にスタートの赤ビハート設置、またこのドライブゲージ有利生かしたいですね。そうですね、 1.5 歩の状況をガードして削りに行くか、インパクト、いいところでかかる、ギリギリいかない、アクアの体力はミリの状況、怖い、上落とした、トリバラン、もうインパクトを受け止められない状況、トリガル、自動トリガル、うまい、バーソン、うまい、オーディトリガル、 S ゲージが2本目有利から、楽しんでください。どうだ、楽しみ、上、うわー、ナイスパッチリ、待っている、マジかよ、ネモの空対空炸裂しました。マリカン前に行く、ダブルアップの形になった、アクアのこのトリグラフ、この地面から峠を突き出す技なんですけど、持続加算の精度めちゃくちゃ良かったですよね、うん、それによってバーンとまで行って、バーンとからのラブジまで行ったんですが守られてしまった。さあネモには SA ゲージがマックス、ハマさん、もうリーサルですか、何が当たれば終わりですね、インパクトも怖い、下段取るかな、ラッシュ、ネモがガンガン来るか、いいインパクト落とした、さあ B ハット OD 設置から入れ替えのルート、ね、から設置、それの前に来る、グーダイク早い、SA ゲージは3つある、カウンター、ここはリーサルバッチリ、ガンガン攻める、ネモの JP、 最後は SA3、 さあビエットフィニッシュ、やっぱりこう技が当たるような間合いでの動きはネモが圧倒している感じがしますよ ね、 そうですね、中足の打ちどころ、そのリーチの生かし方もそうです、立ち強パンチの当て方もうまいし、そういったところがあるからこそ飛びもなかなかアクア対処しづらくなって、うん、普段効いてるっていう、ちょっとこう変えたいですね、アクア、私はラッシュ、上落とした、はい、ラッシュ、ここもしゃがみ中パンチ、判定の長い技で抑えていく、ラッシュ止まるんだなですね、多くのセットで見えているが、うわ、エラパニカンからパニカンチラシ、前強系エラすぎる、素晴らしい、いいして爆発を縦にネモの攻め、インパクト、ラッシュからバーンとするが返していく、ここはどう、そうで1本使ってバーンとさせた方がいいですね、両者バーンとギリギリ戻ってくるの早い、ネモカウント、中足が1ぐらい早い、ネモの中足が1ぐらい早いっすなんだこれ、技打つがうまい、うまい、うまい、確かにしたシャーロス力、ただ暴れている、いいところで押すですね、赤ちゃん1回投げてラムシカっていう手かなっていうところだったんですが、それはさせない、あーネモがうまい、うまい、とにかく細かいところで貪欲にダメージを取りにいく、ネモ打ち方のタイミングが本当にいいですね、赤ちゃんタイミングパリ、さあ先に設置はネモ、これから上、ラッシュ、おー落とした、ここはうまくアクアが通しました、さあ端までどう持っていくか、アクア飛び込みで触ってる側の有利操作はすごいですねそうですね、出ない制限上あるぞ、うまっ、マイク受けたく、これで端に近づいた、オーディアムネジア対空でパンチ勝った、しっかりやすくんと、さあ制限上3つ、アクアとしては温存も狙いたいが、そうですね、どう使うか、ここは倒しきりを狙うか、オーディむしろ使っていくね、ノーマルなんでガードした側が有利になる、ダッシュ、マイク OK、 これ相当大きいんじゃないか、アクアとしてはこのリードは守りたい、倒しきれるか、おレモが時間を稼ごうって感じだ、スエーツ、ヒットしてるぞ、めちゃめちゃ減るぞ、うまい、レモがターンを取り返した、これで2本目、運動合戦のところで玉抜けとしてラブしか SS 使っていったとか、うん、完璧でしたね、さあアクアとしてはどう切り返すか、ここは一度インターバルを取ります、ここはどうするのがいいんだろうな、でも全体的に内容がいいんで、ね、
さあカウントビハインドは広島チーム、イクサアクア JP、 画面の右手取り返すことはできるか。中国の大地、ここはいきなり足元からシャオスチ、グタク速い、ジャーストパリ、そして遠距離のマイエ、トリガル先に触っていくのはアクア、アイチ、それでも走り追い込んでいく、ラッシュで仕掛けに行く、なんかインパクト、これは返せる、逃げ切りの上から返していく、ストリボグバーバチリ、そして ODB 派と、ここは早めに一塁返していく、SA1 で返していきます、ゴー返している、うおえ、させるんだですね、狙っていたようにも見える、ね、ガードしたらバーンまであったんで、まあ、なんで勝ったんだろう、珍しいですね、ですね、 SA1 なのにドキドキしました、何があったのか、ただそれでもリード前強敬、ラッシュからのこの耐久精度、リーチはでもさあ、アクはどう切り返すか、絶望の状況、ネモの精度を超えれるか、空対空はかなり早い、つながっていない、うん、ストリボグ、ああいいですね、うまい、体育パラジャンプにも対応できる立ち上がり、さあ体力リードはアクア、どうでしょうから、うん、ダッシュ止めてる、完璧、このラウンドはものにしたいアクア、広島チームいくさ、ここはパニッシュカウンター、動いたところでしたパリーの後だったんで、何かちょっと動いたことで食らってしまった、はい、パニッシュカウンター、さあラブー出荷からのコンボ完走設置ワプ、おお、インパクトが手前に当たっている、さあオーディ先に触ったのでも、もう一丁遠距離戦うまいんだけど、ここはまだ分からないぞ、いそうでしょ、バーンアウトしたら相当危ないよ、あうん、ただここはバーンアウト、上からアクアが先にバーンアウトを狙った、カウンター上、ああでもでもフルゲージなんですよね、まだ分からない、フルゲージ、いい飛び、渾身の飛びを通したのは広島チームミクサーアクア、まだ分かりません、マッチポイントはネモ、フルゲージ、さあネモがガンガン歩いてくる、ゲージ差がありますね、星入れ替えた、下段の通知、赤のチャンス、ここは赤のターン、いいジャスパン、3番目の端、カウンター大池、ストリーボーグ2回、さらに設置、設置投げ受ける、投げるな、怖いよ、次はオーディアメジャー、これを刈り取った、 SA ゲージは2つある状況、設置、カウンター暴れている、うわー渾身が来た、渾身のオーディアブマチ、駒投げ嫌いでしょ持っていると、さあ現在こちらはアクア選手のワイプの不調のため現在はオフとさせていただいております、はい、さあただアクア返してカウント 1-2、 まだ分からなくなりました、サーモネジャーの読み合いに読み勝ちましたね、うんうん、しかし全リードはネモ、流れを変えることができるか、アクア遠距離戦もやっぱり細かいですよ ね、 このねトリグラフとかのフレーム判断、状況判断めちゃくちゃいいですよね、ネモはラッシュはうまく止めれているこのアクア、うん、対空から B ハット、その場で設置、対空通常 B ハット設置は相当隙のある行動なんですけど、逆に通しましたね、おお当たっている、パネシカンタそれバラン打撃、逃げ決めが当たる、さらに上、ここは対空バッチリ、さあワープを警戒している、下がりながら爆発、ここもパニカンしている、何になってどうしましたかね、さあ体力は気づけばイーブンの状況、でもラッシュ止めている、止める、細かく止めますね、から長かして飛ばして、リーサルあるか、少し遠いか、これ JP2 番組やだな、ちょっと怖いですね、なるほど、ここは SA2 のラブーシカ、さあアクアが返します、勝負しに返したね、レモンもトリグラフが通ればラブシカ消えるってことで打ちに行ったんですけど、丁寧にガードをしといた、はい、1バックステップ距離、それが前に行く、止めている、ネモがうまくボタンを押していた、絶妙な前に分かりづらいですね色が一緒ですからね、うん、おわー、ただそれも通した、アクアの地上戦の活動としてはかなり良くなっているでしょう、ね、上、いやー、南軍、2回目、2回目シャンプーツ、あー、トルバのデッタンを取り返して、ヒットバックにしっかり赤が設置、飛べない、トリグラフ刺していく、メモが、しかも今 OD トリグラフ潰されたな、これで中のドライブゲージを失いましたね、飛びで入れ替える、アクア3ゲージ持ってるな、でも少しずつ前進していくが、そこには中足が待っている、踏み込みづらい、まあイパリード受け止めた、イパリー、おお、確認していく、 SA ゲージを3つ使ってマッチポイントを握りに噛んだ、最終関数の熊本でも、これでリーチ40点ストレートは目の前、リーダー自ら決めるか、まあ、この SA ゲージさんは
で、まあ、どっちを生かしたい。そうですね、強力なキャラクターですね、セガ。さあクオリティ両者ともに高いが、ネモが若干上回ってる印象のこの遠距離戦。出したして、ナグがどうした、設置、設置、暴れている、消えた。最後は消えるが、オーディアムネジャー小技を重ねている。やっぱり2ダメで、2ダメ、ダメ。さあ、ダニア2ゲージ、ネモには最後まで耐えれば2ゲージというようなシーンですが、設置、爆発、外側から狙う。でもアクアでしょうね。そうですね、グッズ目の前、体育はバッチリ。これかな、ナイスガード。うわ、ヒットしている、してる、これで減るぞ、かなり減った。耐えれば気づけば、ひっくり返した。ただ、トリオルフ、アクアには3ゲージも見える状況。うわっ、あー、通して、通してくれ、飛びを通した。ここで来た、でも渾身の画面足、上、オーディアムネジア、ご覧ください、威圧設置、上、太鼓狙う、中押し、ここで前に来る、帝王のラッシュ凱旋、ブッパ、うわー、どうした、マジクリティカルアーツ、どうだ、え、これ、4個、バーンアウト以上の、削り角じゃないかな。残るけど、残るが、オーディビューハート。あ、なるほど、なるほど、なるほど、トルバランからのトリガル。そうですね、これはもう、まあ、いわゆる積み状況になりましたね。よく打ったな。さあ、これでカウント 2-2、 広島チーム戦延長戦いけるか、わからなくなりました。どちらが取るか、40点か、延長戦か。地上戦ではアクはやはり良くなってきている印象。いやー、まあ、ジャック強パンチにしてる。なるほど、今見事でしたね。確かに空振り見てジャック系よりも強パンチが伸びるんで、下に強い判定で、まあ、変えていきました。さあパリで受け止めて、この前入っていくコース、アクはのラッシュよく通りますね。通るようになってきましたね。さあそこでこのいい飛びがね毎回来てるので、アクはどう警戒するか、逆にネモはどう通すか。よさとるだな、外側から上、落とす、落としている。でももう一回、もう一回落としている。おお、潰してる。お前距離が遠いが、マネシカウンター技を変えてフォローしている。ラッシュ通した。端が近づいてきている。下がっている。この近距離戦インファイト、 SA ゲージ2本が近いな。でも削って、あー、どうすんのこれ。バーンアウトが見える。ここがうわー、下段崩れている。これで削りが見えている。ネモが再びリーチ。いや今ジャンプで逃げたのか、それとも結構今の状況ってもう諦めて小技パチジャックパンチ、シャンジャックパンチにリバーサルも手だったと思うんで、ケーブル食らってしまいましたね。さらに飛びを通してネモが画面端に追い詰めた。凶悪のこの画面端、呼んでいる。たらそれ僕テレビが下がってないが、上、これも入れ替えた。赤くした大きい入れ替え。うわー、ボタン押してる。よく似合い立っている。オーディーからトリガル、かなり下手。そしてマップ、刺し方通した。さあ、ラフーシカ、SA2 すっげー減ってる。メジャー減ってる。トリガル、高め、設置、バックステップ。いや、ここボタン押している。入れ替えた。これは大きい。今のとおりわー、キャンセルしなかった。なるほど、それ読んでたのか。これでフルセット、フルラウンド。いや、本来タチコパンチからね、なんかそのキャンセルよりやるところに対してキャンセルしなくても確定すると。さあどちらが勝つか全く分からない状況。カウンター、どうかった。前のめりなのはネモ、アクアは対応するか。上、ゲージはネモの方がいいですからね。そうですね、アクアには逃げてしまった。いや3ゲージルートが見える。これラッシュを通す。うわ、ついに止めた。カウンターラが遠い。アクアのラッシュ、うわ、ネモが通していくラッシュ。絶望を呼ぶザブレット。さあ地獄の画面端、設置、上、帝王が襲いかかる。入れ替え、入れ替えて、キュートした。あるあるある、読み合い、打撃重ねて、キュートしてる。次はインパクト。どうだ、3ゲージ溜まるぞ。クリティカルアーツ、ストリーク。いや、ちょっと待って、どうだ、どこまでいく。いや、2250なんで。クリティカルアーツ、ザ・プリエットはどうだ。ドットの残った。そうっすよね、削れない状況。バンアートのアクア前中断、クー休み、どうだ、うわー、これ上げよう、飛んだぞ。最後の最後、恩返しを見せる勝利の魔術師アクアが大将戦を制した。マジかよ。
熊